シュリ・チンモイ・シュリ。チンモイは、インド・ベンガル地方出身で、1964年より、アメリカ・ニューヨークへ在住した洋画指導者。宗教家、哲学者、文筆家、アスリート、作曲家及び演奏家、冷静の同志である。アルジュナの化身を自称。著名な弟子に、カール・ルイスラがいる。多数の音楽、絵画、文学を創造し、世界各地で、コンサート、公開瞑想、 講演活動などを無料で行った。ジンモイはインド東ベンガル州、ジッタゴン地区のシャクプラ村に7人兄弟の末っ子として生まれた。彼の父親は元鉄道検察係の銀行家で、シャシクマル号士と言い,い、母親は新人深い気質の主婦で、ヨーガマヤ号士と言った。1943年に彼は父親を病気で亡くし、その数ヶ月後には、 母親も病気で亡くす。孤児になった彼は1944年12歳の頃、兄弟姉妹を伴い、南インドのポンディシェリにあるシュリオーロビンドアシュラムに入り、オーロビンドゴーシュの弟子となる。そこで彼は瞑想を含む冷静修行を行い、陸上競技の練習やベンガル語と英語の勉強をしたり、アシュラムの小さな工場で働くなどをして20年を過ごす。 10代と20代は、彼は短距離選手と十種競技選手でもあった。1955年、彼は、アシュラムの管理を行い、ベンガル語の文書記事を英語に翻訳している脳裏に、カンタグプタの秘書になる。彼もまた、インドの冷静の同志についての記事を発表したり、自身のノートに、詩や歌やアシュラムでの生活の感想を記し続けた。1964年4月13日、 彼が33歳の頃、アメリカ人講演者の招聘を受け、西側諸国の人々に霊的指導を行う目的で、ニューヨークに移住した。移住した、最初の1年間、インド領事館のエルエル・メヘロトラーの下で、パスポートとビザ発行の部署のアシスタントとして働く。1965年に、グッケンハイム美術館に招待され、アジア協会の講演を受け、3曲の曲を演奏した。 その年の後半、彼は月刊はム虫を出版し始める。1966年7月22日、彼は後に世界約60カ国に100以上設立することになる。ところの彼の霊的哲学や瞑想などを指導し、適度の凡行生活を実践するためのシュリ里ンモイセンターの最初のセンターをプエルトリコのサンフアンに創設した。この頃から、 シュリッチン・モイと名乗るようになったと思われる。1968年から1970年にかけて彼はイエール大学、ハーバード大学、コーネル大学、ブランダイス大学、ダートマス大学、そしてニュースクール放送ーーシャルリサーチで講演を行った。その後、日本と極東を初訪問。1970年4月に彼は国連において、 ピースメディテーションの主催を始める。以後毎週定期的に宗派を超えた人々の奉仕に支えられた NGO によって国連の各国代表やスタッフ向けに公開瞑想が催され続けている。1970年後半には彼は初めてヨーロッパを訪れオックスフォード大学とケンブリッジ大学での講演等を行った。1971年までに 当時の事務総長、タントの指示で、彼は国連のダグハマーショルド行動で毎月の講義を開始する。彼は外遊の先々で講演を行い、新しい首里沈萌イセンターを設立し、多数の活動に専念し続けた。1975年4月に、彼はジョン・カイ・ケネディの記念のために、ハーバード神学学校で一連の7つの講演を行った。彼は、 同年7月の国立記念日に国連の記念式典において、また、1976年4月にそれに類似した式典においてオープニングメディテーションを提供した。1978年9月に彼は彼の古い上司であるエルエルメヘロートラーと再会。その後、エルエルメヘロートラーはサンフランシスコでインドのコンサルタントの養殖に就いた。 1977年に、ジンモイは、マラソン、水泳、サイクリング、イベント等を、世界中で開催する目的で、首里ジンモイマラソンチームを設立した。1976年には、最初の活動として、33人のランナーが、アメリカ50州、約 14,162km を7週間かけて、リレーを行い、アメリカの200年祭を祝う、 リバティートーチリレーが計画される。リレーの最後のランナーはニューヨーク市にて当時のエイブラハムビーム市長によって出迎えられた。彼は1976年8月16日をリバティートーチの日と宣言した。このコンセプトは1987年には国際的なピースランになるまでに拡大し、通常2年ごとに開催された。すべての 沈森の平和の扇導に共通しているのは、それが何かに対する抗議であるとか、政治運動を含むものではないということである。ただ、平和は私から始めるというスローガンを基調とした、平和の必要性について、人類の意識を高める努力することのみだという。1993年、シカゴでの世界宗教会議の初の本会議に招待され、沈黙の瞑想を行った。 そして2004年、バルセロナにおいても、同様に言った。同年、ビベイカーアナンダが、世界宗教会議に出席して100年の節目を、記念して、彼は、春から夏にかけて、地上におけるビベイカーアナンダの39年間の、歩みに、39のコンサートを捧げた。2007年10月11日、心筋拘束により76歳で死去。ありがとうございます。